さんは18歳からですけどね、昔は12、3からやったのかな。それで半玉さんつって15、6でもう出たんですよね、お座敷に。私が出た時は、まあ私も20年卒業だけども、その頃は尋常6年生で終わりですからね、昔はね、義務教育がね。それで20年に卒業して、それで21年から、私は小さい時からやってたもんだから、踊りとかそういうようなものね、学生時代からね、なかなか本当覚える方も大変で、覚えね、お三味線から歌から太鼓やったりね、いろんなことをやらせてるんですよね、山形の舞妓はね。好きでほら入りたくて入ったんだから、やっぱりあんまり途中下車させないでね一生懸命に教えていかなきゃなんないなと思いますよね。私の場合は太鼓を舞妓さんにちょっと教えてるっていうかね、芸をちゃんと体に身をつけるようにね、長年こういつまでも踊れる、あと弾かれるとかね、そういうのもう年取ってからもできるように一生懸命今のうち勉強していただいて頑張っていただきたいと思いますね。
3年ぐらいだと思います。けど私の記憶ではね、重心の、ま、あの真横になったみたいな気がするんですけどね。あれじゃ、あの写真には13ってかかってるんですけどね、私重視からです。大きいあの料理屋さんは小林三郎さん、そしてあの正月とか今はないんだけどね、うん、この3人かな、ものすごいあのほとんど毎日ぐらいね、皆様方がね、最初からあの教えたのねのってよくそれは言われました。私、ちょっと舞台に立たせたらね、ちょっとあの違うんですよ、あこの子供ね素質があると、絶対大丈夫だって言うんだ、お前もいないなのかって言ったらなるとか言った。自分の祖母がこうやって芸者だっていうのを知らなくって、とあの京都の舞妓さんをテレビで見て、その時に京都の舞妓さんになりたいっていうのが初めだったんですけど、でそれを母親に、私舞妓さんになりたいっていうので中学校卒業したら京都に行きたいっていう話をしたら、いや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 山形にいてちょうだいっていうのと、あとはあんたのおばあちゃん芸妓さんだけどって、山形で芸妓さんしてるんだけれどもって言われて、そこで初めて、あそうなのなんていうので、平成8年に入りましたね、はい、もう芸妓になって12年ぐらいになるんですが、そうですね、舞妓さんの時とかですと、やっぱりこう可愛らしく、自分は可愛らしくいないといけないとか、あとはあの山形弁を話さない方がいいって言われて、舞妓のうちはやっぱり綺麗な格好してる中で、んだがっすーなんても言ってられないって言われて、あのやっぱり一応こう言葉とかも気をつけてずっと来てたんですけど、あの芸妓になると、まあ結局はプロっていう形になるので、やっぱりあの皆さんの目も厳しくなるので、本当にこう細かいところだけれども、すごい気をつけながら踊りを踊ったりしてます。あのいろんな県外の方々からも、やっぱり祖母と孫でやってるなんていうのがまず本当になかなかないよなんて言われて、まあ、兄弟だったり、たまには親子はあるけれども、祖母と孫っていうことはないから本当に大事にしなねなんて言われたりしますので、私は日本舞踊を習っておりまして、踊りをするお仕事に就きたくて舞妓になりました。お酌とか宴席に入ることが知らなかったので、その踊りを踊るだけだと思ってたんですけれども、あのお三味線だったりお花お茶だったり、いろいろ習い事があってやることがたくさんあって、こう少しびっくりしながら
日々日々少しずつを勉強しながらやっていったので、1年目の時はすごく大変だったのを覚えています。お稽古でできないことはお座敷に行ってもできないと思うので、お座敷にいるつもりで、お客様が見ているつもりで毎日お稽古をしています。まだ入ったばかりです。今年入ったばかりです。実のお姉ちゃんが舞妓さんで今一緒にしてるんですけれど、やっぱり姉の小鳥さんの影響で自分も舞妓さんになりたいと思うようになってこの世界に入りました。もっとこう自分たちでも舞妓さんがこれからの文化を引き継いでいけるようにもっと頑張れればなっては思います。高校に求人票が、山形舞妓という求人票が来て、それを見てその花笠パレードで見た舞妓の求人だと分かったので、そこで応募しました。歴代の先輩の中で舞妓を卒業されて稽古さんに上がった舞妓さんが多いので、いずれはその稽古さんにもなれたらいいなって思いもあります。四季の踊りで春夏秋冬それぞれ踊りがだいたい4曲、最低でも4曲ぐらいあったりとか、あとはお祝いの時に踊る曲、あとは お正月に踊るお正月だけに踊る曲もあるので、そういった曲をトータル合わせると1年間で30曲ぐらいは踊るんじゃないかなと思います。ここ最近やはり外国の方もすごくお座敷にも来てくださっているので、今も舞妓をみんなで英会話のお稽古もやっている途中です。私の祖父と祖母が清元を稽古しておりまして、私は稽古をしておりませんでしたが、中学を卒業して、どうしても東京へ行きたかったので、清元になりやってみたいっていうのがそもそも逃げ口実だったんです。それがずっとそのまま続いているという状態でございます。
平成5年の1月から、山形現役組合の芸者衆にお稽古を始めまして、その3年後、平成8年に舞妓誕生と同時に私が第一期生から、お稽古することになりました。2010年の7月に経済同友会さんから山形交響楽団と山形舞妓のコラボというお話をいただきました。大変それが皆様に好評でございまして、昨年の120周年、山形商工会議所の120周年に再演したいというお話が来まして、その時に私が改めて演出をすることになりました。私のその指導というのはある型にはまってる教え方ではないことは自分でも分かってるんです。はい、その子の色を見て、いい部分を引き出すということが私の一番の指導の目的でございます。芸妓舞妓に、お願いしたいことは、おしゃれな花柳会、おしゃれな舞台、これは常々申しております。山形舞妓を育てる会、そして山形芸妓育成支援協議会の主催によります第43回山形舞妓伝承の夕べを開会いたします。山形の伝統文化の伝承、さらには産業振興のために活躍をいただいております。国民の山形の女運動員をどうぞお楽しみください。創業が明治の9年創業で、一番最初は、沢渡屋っていう名前で商売したんだとす。で、名前が千歳館って変わったのが、三代目建礼、三代目建礼が柴原さんっておっしゃる方だけども、その方がお名前をつけてくださったと。先代まで続くようにという思いでつけてくれたというふうに聞いてました。
舞妓を作るべって言ったのはね、うちのお旦那なのよね、一番最初。まああといろいろねあって、おかげさまであの舞妓の会社作ってくださって、商工会議所さんの方のねあれで、で前に進むことができたのかな。それは本当ね、あれ商工会議所さんたちのね、あの力がないければ山形できなかったと思う。本当に感謝ですよ。舞妓が出来上がって20年経って、20年前と今の状況っていうのはちょっと違うような気がするのね。ただ舞妓のことだけを考えると、やっぱりいろんなところで会って喋って踊りをご披露させていただいて、お客様が舞妓を育ててくれるでないかなっていう気がするの。すごく笑顔のいい子もいるし、踊りの綺麗な子もいるのよ。本当に今の舞妓の中でいるのよ。だからその子たちをもともと伸ばしてあげたいね。うん、でみんな特徴あるのよ、それぞれに。私なんかよく小鳥ちゃんのことピーチクって言うんだけど、だけど本当にあの子可愛いのよね。喋りすぎじゃねえんだって言うけども、でもそのピーチクがまた可愛いのよ。それが彼女のよしよしとする部分でしょ。踊りの素直なのがあのあやめちゃん、本当に綺麗な踊りするよね。でみんながみんなね、本当頑張ってんだよね。しのちゃんは立ってるだけでもいい女だなと思うしね。ね、小雪ちゃんは小雪ちゃんでめっくりっとしてあれだしさ、今年入ったあのすみれちゃんとおだんちゃん、あの子たち何に頑張ってるし。